ランプが消えました。スタートまで3秒前、第8レース予選競争をスタートしました。神谷がいいスタートを切りました。そして30メートルでは3番のそーっと隅がチェンジが入らない。4番の佐藤正人が外から迫りますが、間一髪難は逃れたんですが、ここはちょっと序盤からスピードに乗らない3番杉翔太郎、4番佐藤正人が捕まえました。先頭は1番の神谷田匠、2番と2番の木戸、さらには速攻でさあ前線を突破するか、4番佐藤正人がいます。レースは2周回目、さあ杉翔太郎が一気に巻き返してこの2コーナー付近、おーっと滑っています。大丈夫でしょうか。4番佐藤正人が内を並べてこの3コーナーの突っ込み、3番杉翔太郎と競り合いながらの4コーナーの立ち上がり、1番の神岩田匠が先頭です。2番が3番杉、残りは4周回、3番手早くも森谷が来ています。さらにはその直後は4番佐藤正人の体勢であります。1番の神岩田ちょっと連勝は止まりそうな雰囲気、2番手杉、その外から森谷が杉をまくろうとしています。ここで7番の森谷がまくりきりまして、その勢いで先頭の1番神谷田を捕まえた。残り3周回で森谷が先頭に立っています。かまされました1番の神谷田匠、3番手に杉翔太郎、4番手佐藤正人、そのアウトコースから1人が上がってきています。2番手の最後焦点ちょっとぐらついている3番の杉翔太郎、大丈夫でしょうか。あんまり大丈夫じゃなさそうな感じ。残りは2周、さあここで3番手、さらには2番手に瞳が攻め上がる、2番手1番神谷田、大隅翔太郎がまた率先してまいりました。シーソーゲームという感じであります。隅翔太郎、1番の神谷田真っ黒に返せるかどうか、瞳が絡んでいます。残り1周ブルースタック、先頭は7番の森谷、2番手隅翔太郎がリード、8番の瞳3番手、神谷田4番手に交代しています。さあ2着争いになりますが、隅がリード、8番の瞳3番手、これから最後のコーナーに向かっています。先頭森谷、2番手3番隅であります。7番の森谷が今先頭でトップでチェッカーフラッグを受けました。2番手3番隅、そして大里6コース6号艇加藤や、昨日は最後の最後で2着に入って勝負掛け成功でした。3対3でインから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番2番3番が揃って好スタートになりました。出ていく1番2番3番1枠の旋回です。逃げる1号艇の長島、まくる3号艇の水口、刺す2号艇田口に4号艇の樋口、先頭は1番2番のトップ争いです。スタートは前提正常でした。1号艇長島牧の内を捉えた2号艇の田口節子、2番1番のトップ争いにすぐ後ろには4号艇の樋口が控えています。2幕の旋回、内側から先前2号艇田口に対し右手の2号艇の長島、小回りから2号艇田口が前に出ています。先頭は2号艇田口節子、追いすがる2番手が1号艇長島牧、3番手は4号艇樋口に届いたか3号艇の水口、4番3番ほとんど下がりません。これから2周目1幕です。先頭で回るのは2号艇の田口、ここも全速旋回で1号艇の長島ですが、先頭は2号艇田口が譲りません。2番手1号艇長島、水がいて3番手は3号艇ミラクチ対4号艇樋口の接戦、さらに後ろは6号艇加藤、5号艇鈴木と続いています。2周2枠の旋回へ、トップで回ってくるのは2号艇の田口節子です。今度は差してくる1号艇の長島ですが、先頭は2号艇の田口、続いて1号艇長島、3番手は3号艇のミラクチがわずかにリード。現在上位3艇は2番、1番、3番の順、2艇審査の4番手が4号艇の樋口、粘っています。3周1幕、先頭は2号艇の田口、続いて1号艇の長島、3番手3号艇の水口、4号艇の樋口の攻め届くかどうか。最後のバック3号艇の水口が3番手を守っていますが、すぐ後ろ内を取って4号艇の樋口が迫ってきています。3番手4番手その差1艇審まで詰まりました。これからラストターンバック、先頭は2号艇の田口です。
2番手で1号艇の長島、そして3番手抑え込んで3号艇の水口が回る。3番手は3号艇の水口で間もなくゴールです。2番五輪、1番五輪、3番五輪、4番、6番五輪、5番五輪。目指すはもちろんデビュー初輸出です。5コースから、そして大里6コースから波乱を呼ぶか、6号艇の古賀千秋です。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番2番後ろ2艇が好スタートを決めました。出ていく1番と2番、1番区の旋回です。逃げる1号艇の遠藤、刺す2号艇の小野、外から3号艇の香川、先頭は1号艇遠藤恵美が逃げています。スタートは前艇正常でした。逃げました1号艇遠藤が先頭、2番手は接戦、2号艇小野、3号艇の香川、ぴったりボートが並んでいます。内を通っては4号艇の真子も接近。2番区の旋回、トップで回る1号艇遠藤、続いて回る2号艇の小野、4番かわして刺す3号艇の香川、2番手はここで2号艇小野聖奈がリードを奪います。その後ろ3番手は3号艇香川に追いすがる4号艇の真子、3番4番広がって3番手争いです。レースの方はこれから2周目1幕、先頭は1号艇の遠藤、続いて2号艇の小野、3番手3号艇香川の外を回して4号艇の真子、小回りから3号艇の香川が3番手優勢に運んでいます。現在上位3艇は1番2番3番ですが、そのアウト一定審査4号艇真子もまだまだ粘っています。その後ろは水がいて5号艇森田、6号艇古賀、2周に巻く1番2番と回って3番手、3号艇香川のここも外を来る4号艇の真子、3番手は3号艇の香川がなんとかしのいでいます。上位3艇1番2番3番、僅差の4番手が4号艇の真子。レースは最終周回に入っています。先頭は人気を集めた1号艇の遠藤恵美、続いて2号艇小野聖奈、3番手3号艇の香川、握る4号艇の真子ですが届かず、3番手は3号艇の香川元子です。上位3艇1番2番3番、このまま1、2、3で入ると3連単のオッズ1番人気の3倍ちょうどとなっています。ラストターンマーク、先頭は1号艇の遠藤恵美です。これで4連勝、続いて2号艇の小野、3番手は3号艇の香川、1、2、3で間もなくゴールです。1番五輪、2番五輪、3番五輪、4番五輪、5番五輪、6番五輪。